山岡景隆は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。山岡氏は、瀬田城を中心とする、大見国南部を領する国人。大英五年、山岡慶野の子として誕生。当初は、六角氏及び足利義輝に属していた。なお、浪人していた山内和とよを家臣として召しか,かえたこともある。英六十一年、織田信長が、 足利義明を報じて、上洛を開始すると、信長から降伏勧誘を行われるが、これを拒否し、大江南部の国人の旗頭として抵抗した。しかし、A612 年には、織田軍の攻撃を受けて、山和国屋牛脂の領内へ逃亡。一時は、松永久秀に人質を差し出しこれに属したが、後に、信長に降伏し、その家臣となる。小田家では、 佐久間信盛隊に配属された。影高の信長に対する忠誠心は厚く、また信長も先祖が、甲賀出身である影高の家柄などを考慮して、甲賀衆の指揮権を与えていたという。元気4年からの信長と足利義明との戦いでは、信長側につき、巻刀城攻めなどで先行を上げた。天正3年頃には、上洛の行き帰りに、信長、 信忠親子がたびたび、瀬田に宿泊するなど、かなりの信用を得ていた様子である。天正五年の、最下攻め、天正九年の伊賀攻めにも従軍した。天正十年、本能寺の変で、信長が死去すると、明智光秀から味方になるように勧誘されたが、影高はこれを拒絶して瀬田橋を落として、明智軍の進軍路を妨害するなど抵抗し、山岡一族は山中へ逃走。 橋場秀吉方に、築一光秀軍の行動を報告し、このために、明智軍は、安土城に進軍するまでにて痛い被害を受け、また時間的余裕を失ったとまで言われている。その後は、小田氏ようの立場から柴田勝家に組みして、対等していた、橋場秀吉と敵対する。しかし、天正11年、静ヶ岳の戦いで、勝家が撃たれると秀吉に降伏。 除名はされたが、弟、ケイサと共に所領を没収され、以後は、甲賀に隠遁した。天正13年正月14日に死去。去年61。ありがとうございます。